エアジャコこっち来いよ、ちょっと。ございません。ああ、宮迫、ちょっと聞いたことあるの、はい、笑う座と行かれる人し。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。うん、今日は初コラボ撮影です。おお、そうなんだ。じゃあちょっと今日楽しみにしてます。お、俺も楽しみにしてる。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、失礼します。おはよう。小田さん、お疲れ様です。あ、お疲れ。あ、かわいそうにな。あとまた宮迫がさ、はい、何回も何回もやるじゃん。ぜひね、ちゃんと謝る。どうも、すいませんでした。っていう、あの、逆の、はい、だからもうちゃんとも謝った方がいい。ちゃんと、あの響きたちのどうもすいませんの顔よりも、はい、宮迫の顔が一番ムカつくじゃない。宮迫はめたるかと聞いて。直前にドッキリ変更ってもおかしいだろ。あと再来週ぐらいにトウモロコシいけそうです。まあ、だけですか。そう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 。俺、本当に対談がやりたかったんだよ。俺言っただろ、お前ドッキリ嫌いだって。すみません、すみません。結構有名らしいよ。ああ、元芸人ペヨンジュンのモノマネしてた。お前、いつ知ったんだよ。僕、昨日知りました。なんで俺に言わねえんだ。いや、はい、お前当日に言われたら、まあ、こんなのもいらっしゃるのかな。まあ、すいません。お前それに、ああそうだよ。なんだあんたバンって。じゃあなんでお前急にバンだって。お前チャンネルごと消えとるじゃねえかよ。なんで赤バンになるんだよ。俺の顔か。いや、そういうわけじゃないです。ちょっと今、調べてます。お前、いきなりまたこんなドッキリやったら、お前、俺不愉快なだけじゃねえか。はい。宮迫、ちょっと聞いたことあるの、はい、すいません。突然
ちょっと連絡がちょっと遅れたというか、俺本当にお前と対談したかったんだよ最初。その、まあ、対談もっていう話のつもりでお伝えしたつもりだったんですけど、多分対談じゃダメだ。そうですね、あの今ちょっとあの公開すること自体を僕は全然 やめてしまって、あの対談に切り替えて全然大丈夫です。お前チャラ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 するだろお前。はいはい、ちょっとお前の気合入れてんのに。もう疲れましたね本当に怒ったら俺も疲れてるんだ、はい、いやそりゃそうです俺はこの初コラボだからさ。あ、初なんですか。初。 ありがとうございます。京都とも双方で見れるわけ。そうですそうです。なので、うん、あのこの概要欄の方に貼っ付けていただくと、あの、うん、僕の方の小沢さんドッキーが見れますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。お世話のやつは撃つ。撃ったらダメです。もうないんだよ、これ弾切れてる。そうそう、もう僕が浴びましたから。グッドボタン押さないと動画線に火つける。ダメ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 。あ、これもバンだから。バンですか。バンされますか。